のパドルの方も2022年モデルっていうのが、発表されて、いくつかねサンプルで、まあ、試乗用でお持ちいただいてるんで、まあ、ご紹介したいなと思うんですけど、やはりあのパドル一番気になってるのは多分このモデルね、リマ。もう何年も続いてるねレース用のパドルなんですけど、まあ僕がパッと見ただけでも随分形はちょっと特徴的な形になったなっていうことで、これはパドルに関しては僕はちょっとあまりよくわからないので、引き続きねあのスターボードの若松さんに話を伺いながら、ご紹介していきたいなと思うんですけど、とにかくねめちゃ軽い、これすごい軽いです。もともと軽いんだけど、ね、リマのこのカーボンのモデルっていうのはちょっとね数字は見てないんですけど、本当に持った感じはさらに軽くなったのかなっていうぐらい軽く感じます。じゃあちょっとねここら辺をあのこれ単発だけで見ても何が変わったんだってわからない方もいらっしゃると思うので、去年のパドルも合わせてちょっと説明していただきたいな。そう、はい、これ軽いんですよ、はい、軽い。こちらが2022年モデル、はい、でこれが2021年モデル、1年モデルなんですね、はい、じゃあまずちょっと特徴を変わった変更点などは、はい、パドル自体の重さ、同じ長さで同じカットで同じサイズでカットした場合でも、約 50g ほど軽くなってます。で、まあ、ブレードをかなり軽くしたんですね、 50g で、アウトラインとかは変わりません、パワーフェイスの方も、同じシェイプになってます、うん、ただこっち側の面に関してここにこういうふうに出たのと、こっちがそのままですね。そうですよね。これが一番大きな変更点というか。はい。はい、なんか、うん、で、何が違うかっていうと、横にしたときに、ここの部分が、こっちは厚みがあるんですが、こちらはとても薄くなってます。で、薄く軽くしてるので、はい、入水もすごく、水のキャッチもいいです。入水しやすく、フィニッシュの時にもすごい軽く、なりましたので、漕いでる時のストレスっていうのが非常に少なくなりました。でブレード自体が 50g 軽くなって薄くなっているので、入水がすごくスパッて深いところまで入りやすくなってますね。で軽くして薄くした分、あのデメリットとしては今度は柔らかくなってしまうんですよ。それを補うためにここに要は柱のように強度を持たせたので、あの力が入ってもブレードが柔らかくて逃げなくなっているので、軽く薄くしても強度はパワーのパワー自体は変わらなくしたっていうのが、この2022年のリマプレプレグカーボンになります、うん、なるほど、はい、もうだってなんかストリンガー入ってるみたいな感じだから、はい、さらにねここで強度は保たれるし、そうですね、なんならここができた分、なんて言うんだろうな、はい、こういうたわみというか、はい、ここら辺も逆に言うと強くなって、そうですね、そうなるとこう漕いだキャッチをした時に、はい、よりこうダイレクトに水ごたえというか、はい、うん、キャッチしたものが伝わるんじゃないかなっていう勝手に想像してるんですけど、はい、うん、まさにその通りです、ね、なるほど、はい、ここのスクープする角度なんかも変わってない、はい、変わってない。あ、だから大きな変更点はここの厚みをなくして、そこにさらにこういう補強というか ね、そうですね、形状にしたことが大きな変更点、はい、うん、じゃここの厚みは一緒なんですか、ここここの厚みもやっぱこっちの、あのこっちの薄い、薄いんですね、はい、じゃあ全然薄くなってます。じゃペラーってなったところに柱が、はい、そうですね、うん、ここに補強をコーヒーに入れているので、すごくこう、あの硬さも出ているので、こういった力がダイレクトにブレードにつながって、うん、ボードに伝達しやすくなります、うん、なるほどね、はい、うん、薄い方が水にこう入りやすいっていうのもあるし、はい、うん、当然ここの浮力もなくなって、これ今これとこれブレード一緒ですか、大きさ。そうです、同じ M サイズです。同じ M サイズ、長さが違うんで、うんうんうん、
これあのブレードのサイズっていうのは、はい、ラインナップ今までと一緒ですか？今までと一緒です。一番ちっちゃいのが XS、S、M、L、XL、XXL、はい、靴何でもこいって感じですね。はい、あります、うん、OK、で、はい、スターボードの後は選べるのがシャフトですよね。そうですね。これシャフトがまあここに今使われてるのが、はい、ラウンドって書いてあって 27.5mm、 これね太さですよね、はい、シャフトのね、はい、で硬さスティッフの40っていう硬さですね、これは、はい、で他には、はい、これよかもう一回り細いスキニー、スキニー 26mm、 はい、あとラウンドの 29mm、 はい、っていうのがある。あと、まあ、あの日本ではほとんど売れないんですけど、その他にあのオーバルっていうのも、はいはいはい、楕円形です。楕円形ですね、うん、あの一番細いところで 29mm、うん、で一番長いとかって32か 34mm だったんです、うんうん、はい、まあ、かなり大きいので、うん、まあ、日本人の手にはほとんど合わない、まあ、あんまり日本では、はい、動いてはないんです。当然その分硬くなるっていう感じですね、はい、そうですね、はい。あとはここの S、はい、これもね結構そう分からない人が多いと思うんですけど、はいはい、この表記40とか45とかあると思うんだけど、はいはい、数字がちっちゃくなる方が硬くなります。硬くなる、はい、要は、このスティッフって130センチに切って、30キロの重りを やった時のたわみのミリ数なんですね。なるほどなるほど、はい、なので数字が大きくなれば大きなほどたわむっていう、柔らかくなる、柔らかく感覚的に、はい、そういうことなんですね。これ一番下が 35?、はい、硬いのが 35 にで次が 40で、その次が45、はい、で、スキニーモデル、はいはい、一番細いモデルに関してだけは、50というモデルは、はい、それはまあキッズ用、あ、そういうことですね、もしくはあの軽い女性向けですね。なるほどなるほど。なのでまあ、かなり柔らかくしているので、うん、男性の人にはあまり向かない。なるほど、はい、だからそれぐらい、はい、このブレードのサイズも、はい、シャフトの太さ、はい、で曲がり方の硬さとかこんだけ選べる選択肢があるから、はい、多分一般の方はね選べないと思うんで、そうですね、ぜひね、はい、あの購入される際は知識のある方に相談をして、ショップなどに相談して自分にぴったり合ったねパドルを選んでいただくのが良いかなと思います。そうです、うん、これ気になるお値段も、はい、そんなに変わらないんですか？そうですね、うん、こちらで4万6000円に消費税になりますので5万と600円です。5万600円、はい、去年の2021年モデルは4万5000円だって、まあ、1000円だけちょっと、はい、アップになっちゃうんですけれども、うんうん、はい、そこで書いてます。なるほど、はい、まあこれは多分、これまだまだだって日本に数本しか入ってきてないから、はい、まだサンプルのみになってくる、気になってる方がたくさんいると思うので、はい、ぜひね、参考にねこの動画がなれば、うん、まあ、実際漕いでみたいと思うんですけどね、うん、すげえ軽いそれ、ちょっと待って、これめっちゃ軽いっすよ。ラウンドでしょこれ。ラウンド、はい、も長さも100、結構長いっすよ。今までよりかさらに軽く感じるぞ。ブレードの重さが 50g からいってます。ブレードだけ。あ、ブレードはこれも取っとく、うん、なんでこの水っていうか、それは後で聞けばいいんだ今じゃなくて、いや気になっちゃって、もうしのちゃんがじゃあやればこれ、あんまりほら基本的にしのちゃんの解説じゃなくて若松さんの解説いや僕説明するからしのさんも解説してくださいいやいやいや無理です、無理です、私無理です。でもこれやっぱ気になってる人まだそんなに、だって全国回ってないでしょ。